はい、こんにちは、ロキです。今回は夢、目標をドリームキラーから守る方法について話していきたいなと思います。まず今回話す夢、目標の定義から説明したいと思うんですが、今の現状の延長線では絶対に叶えることができないような夢とか目標のことになります。例えば、会社員の方が昇給していって会社の社長になるのが夢ですというのは、現状の延長線上の未来として、考えられることですよね。こういった夢とか目標は、今回の夢目標の定義からは外れるということになります。今の自分の現状では絶対に到達不可能で、物理的に何かしら変化しない限り叶えることができない夢目標ってことなんで、現状どうやったらその夢目標が達成できるかっていう方法論っていうのは分からなくていいってことなんですね。逆に現状どうやったら夢目標が達成できるのかっていうのを具体的にリアルにイメージできますということであれば、その夢や目標っていうのは現状の延長線上である可能性が高いということですよね。その辺をちょっと踏まえていただきたいなと思います。今現状、方法、ノウハウが分かるということは、現状の内側ですから、現状の外側に飛び出さないっていうことは、人生は変わらないってことですよね。人生が変わらないってことは、今見えている、認識できていることに縛られ続けて、今見えていないこと、認識できていないことはずっと見えないってことになるんですよ。本来は夢目標ね、叶えたいと思うんであれば、今見えてない、今体験したことがないことっていうのを、やっていきたいわけですよね。で、それなのにもかかわらずそれが認識できないわけですから、かなり苦しいわけですよ。毎日が、悶々とした気持ちでいっぱいになっていくわけですよね。今現状が苦しいっていうことであれば、その苦しみをどんどん強めるってことです。その苦しみから脱出することができないってことですよね。例えば自由な生活をしたいけど現状を変えることができないっていうことであれば、その現状を変えることができないっていうことを余計にどんどん強めていくっていうことになるんですね。これってかなり危険なことじゃないですか。もちろん私はずっと今のままでいいんですと、苦しみながらも何かこう幸せを見つけていければそれでいいんですとかね、現状維持か、もしくはね、衰退していっても幸せでいられる自分作りをしていきたいんですっていう方は、もちろん問題ないと思うんですけど、少なくとも今よりももっと人生を良くしたい、人生を変えていきたいっていうふうに思ってるんだったら、余計に夢とか目標は現状の外側に設定する必要があるんですよ。だから夢とか目標を立てるときは達成方法がわからないぐらいがちょうどいいんですね。達成方法が見えなくて OK なんですよ。やり方がわからなくていいんです。じゃあ達成方法はどうやって見つけるのかって言ったら、やり方っていうのはいろいろあるんですけど、とにかく最終的には自分の脳が勝手に見つけ出すように仕向けていくんですね。夢とか目標をどうやって叶えるのかっていう方法は、やりながら見つけていくっていうのが正しいんですよ。もちろんその自分で脳が発見していくんですけど、それを発見しやすいように仕向けていくっていうことがすごく大事なんで、そういったことをね、僕はもうコーチングではお伝えしているってことなんですけど、どんどんチャレンジしながら、脳が勝手に認識していくものなんですね。で、脳は超天才的な能力を持ってますから、まずは現状の外側に夢目標を設定したら、そこに向かって行動していると今まで見えなかったものが見えるようになってくる、認識できなかったことが認識できるようになっていくんですね。その過程にはね、もちろん自分のエフィカシーを上げるような行動とかのやり方っていうのはもちろん必要になりますよね。自分のエフィカシーが低いのに夢目標は立ててますっていうんだったら、当然それは叶わないっていう結果が生まれますから、もちろん自分が夢目標を立てたんであれば、それを絶対に叶えられる自分なんだっていうふうにね、持っていく必要がありますから、そういったことをね、具体的にお話ししているっていうことですよね。ただ夢目標を設定して、あとは何もしないっていうことであれば、これはやっぱり結果変わらないわけですよ。いつもと同じ現状が続くだけです。
夢とか目標なんて設定しても絶対叶うわけないよっていうふうに思ってる人は、夢目標を立てたのはいいんだけど、それを叶えるための行動してないからなんですね。めちゃめちゃシンプルなんですよ。こういった細かいことを、まあ、コーチングではお話ししてるわけなんですけど、とにかくまずは現状の外側にゴールを作る。これはすごく大事なことです。まあ世の中の考え方で言うと、やり方がわからない夢とか目標なんてどうせ叶わないっていう感じなんですね。まあ簡単なところで言うと学校教育ですよね。まあ先生に進路相談すると、必ず過去の成績を見てアドバイスされますよね。まあ君の過去の成績はこのぐらいだから、この学校なら受かるよっていうふうに言われるわけです。でこのやりとりでわかるのは、自分の可能性を過去を基準に考えているということ。今の成績がこうだから、過去の成績がこうだから、ね、それを基準にして行けそうな学校っていうのを提案されるわけですよね。つまり現状の延長線上の未来っていうのを進められるわけですよ。でこれ社会見ればほとんどがこの基準です。まあ、就職にしても同じですよね。過去の経歴を基準に採用を決める会社がもう 99% 以上ですと。ということはほとんどの人が過去志向だということなんですよ。ね、過去どんな経歴があるから未来もこうだろうっていう評価の仕方っていうのをしてるんですね。これ無意識にみんなしてるんですよ。社会がこうだから。でこの評価の仕方自体を変えていかなきゃいけないわけですよね。現状とか過去っていうのははっきり言ってどうでもいいんです。もっと大切なことは自分がゴール達成できる人間なんだというふうに心から信じることができるかどうかってことなんですよね。なぜなら僕たちの目の前の現実っていうのは今までの自分の潜在意識下で本当に信じていたことが現実化しているに過ぎないからなんですよ。ということはこれからどういうことを信じさせていくのか、ね、過去は関係なくて今からどんなことを信じていくのかっていうのが非常に重要だということですよね。そうした時に世の中のほとんどの人の考え方は過去思考ですと、ね、過去を基準に判断していると。ということは今の自分が現状の外側に夢目標を設定してそのことをもし他人に話したらそんなことできるわけないでしょとかね、それって本当に安心できるの、大丈夫なのって言ってほとんどの場合否定されるんですよ、ね、自分が現状の外側の夢目標を他人に話したらほとんどの人がドリームキラーになるってことですよね。もう自分の信頼している家族ですらドリームキラー化することっていうのは多々あるんですよね。だから自分の夢目標は誰にも言わないっていうのがドリームキラーから自分の夢を守る答えになるんですね。唯一自分の夢とか目標を言ってもいい人っていうのは心の底から自分を応援してくれる人ですよね。まあ自分のメンターとかコーチなんですけど、特に今回話したようなことをちゃんと知ってる人ですよね。一から順にね、ちゃんと分かっている人に限るということですよね。じゃないと、たとえ、ね、メンター、コーチだって言ったって、ね、どこかでドリームキラー化するんですよ。それぐらい無意識にドリームキラー化してしまうということなんですよね。あなたが本気で人生を変えると決断して、現状のままではね、到底叶えられないような夢、目標を立てたのであれば、そのことを他人には言わない。もし仮に言うんであれば、ね、過去思考じゃなくて未来思考の人、ね、今回話した内容を知っている人に限りますということですね。まあ、あなたがドリームキラーに対してしっかりと対応していけば夢目標が叶いやすくなるっていうのが今回の話になります。もし今回の話がですねあなたにとって何かの良い気づきになったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。でこういった動画どんどんアップしていきますのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。で動画の下にですねメルマガ登録の URL ありますのでぜひこちらからご登録いただくと僕と直接メッセージのやり取りができますのでぜひメルマガ登録もよろしくお願いします。でこういった動画必ず聞き流すだけで終わりではなくて何かしらのアウトプットを心がけるようにしてみてください。まあ簡単なもので言えばグッドボタンを押すとか何かね今回の動画の感想をコメント欄に書くとか僕に直接メッセージするでも構いませんけれどもね、聞き流すだけで終わりではなくて何かしらのアウトプットをしてしっかりとこの動画の内容っていうのをあなたのね潜在意識に刻み込むようにできればなというふうに考えておりますのでぜひアウトプットをよろしくお願いします。はい、それでは、今回も貴重なお時間いただきありがとうございました。感謝いたします。